はい、ゆっくりしております。いきますよ。じゃあ5秒数えていこう。5、4、3、2、1。 OK。 OK。 はい、無事、無事ね、ちょっと寝癖がひどいわ。はいはいはい、はい、OK。 無事いけましたね。もう OK かな、これで皆さん取れました。ヨガ角度で OK。 バチリバチリ。あら、まだ足りんごたえよ。まだ足りんごたえよ。まだ拍手の子も、仲間も、もう一ポーズな。グーっていく、こっち行くて、まだこっち行くからグーっていくて、グーっていくて、グー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 って、OK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 。 じゃあ行ってみましょう。最後もいくわい。3、2、1、ポーズ。はい、じゃあよかタイミングで撮ってくださいね。まずよろしくお願いします。はい、じわっと動いてます、じわっと動いてますね。はい、さあ、端っこの人たちも撮れてますか。やめときがわからなくなりますね。どこに向かって出てるよ、誰が見えようと、どこ誰見えようと、こうかこうかこうかね。今お尻しか皆さんには見えとらんよ。はい、オッケーオッケー。さあ、皆さんどうですか。オッケー、はい、よし。これで拍手こっから取り足しようかと思ったね。はい、ということでですね、取れたことはです。さあ、ということでここに聞いてみたいなと思うんですよ。熊本に初めて会ったよっていう人どうだったと思うんですか。おお、さっきの後ろのお姉さん、初めて初めて、うん、多分違う。初めて。なるほど。あ、じゃあほぼほぼ会ったことある人ばっかりなのか。ほぼ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 。ちなみに初めてどうですか。かわいい。かわいいって。嬉しかね。すごい。ありがとうございます。じゃあね、初めて行った人もおらすし、久しぶりの人たちもおらすけん、せっかくくまモンスケアに来てくれたということで、ここで一曲夏は披露していきたいと思いまーす。さあ、どうも、まず1曲目は何をしますか。今、流れてたね、今流れ始めたね。じゃあ、このテーマね、くまモンスピアのテーマ、こちらをやっていきたいと思います。はい、このくまモンスピアのテーマね、今流れてるこの部分、なんかと思ったら上手にお写真撮るようでした。可愛かったとね。可愛かったとね。わかるわかるわかる。はい、じゃあね、ちょっとこのくまモンスケアのテーマね、スクラのテーマね、この曲、今最初に流れてきたくまモンスクエアバンバン、ここで2回転を叩くとこ、皆さん一緒にやっていただきたいと思います。最初のとこね、くまモンスクエア、スクエアでキラキラーってして、パンパン。じゃあちょっと、くまモン見よう見まねで、一回ちょっと練習してみましょうか。じゃ皆さん、お手手の準備をお願いします。いいですか？いきますよ。せーの、くまモンスクエア、パンパン、くまモン。もう一回じゃない。二回じゃない。かみ合わんねえ。もう一回ほら、ちょっくるちょっくる、せーの、はい、キラキラパンパン、はい、キラキラパンパン、バッチリです。ありがとうございます。この調子で、じゃあ早速1曲目、くまモン準備よろしいでしょうか。OK、 それでは行きたいと思います。くまモンスクエアのテーマ、ミュージックスタート。
と熊本へ。どうやろわくまも楽しい時間を、ここで過ごしても、やってくれよったね。もう一度大きな拍手お願いします。すごい。さあ、じゃあ今日もこっからは何やっていこうか、何やっていこうか。僕の皆さんに僕から何だろうか僕の皆さんに僕から僕のしか言いようだ僕の僕から皆さんに僕の見てから、はい、ということで、ジェスチャークイズを行いたいと思います。アクティブっていうことよね。あ、そういうことそういうことにしておいてくださいね。はい、ということで、じゃあここからはジェスチャークイズをやっていきますが回答は皆さんに行ってもらいたいと思います。3択クイズでやっていきますよ。これからくまモンがそれぞれのお題で問題を出します。さあ、くまモンがどんな動きをしているのか、これ何かなっていうのを3択で皆さんにね、手を挙げて答えていただこうかなと思います。じゃあ、くまモンにお題何にしようかな。あ、OK、OK、OK、なるほどね。はい、ということでね、今日は2月の28日、3月ですね。早かですね。もう気づいたら3月になってしまいます。はい、今年度も終了が間近ということで、2月と3月のちょうど境目になるけん、まずはじゃあ2月、お題は2月からいきますかな。2月の行事、さあ、くまモンがどんな動きをするのか見て予想してみてくださいね。じゃあ、今日も準備よっかな。はい、じゃあお題は、まずは2月です。まずはお題2月いきますよ。お願いします。あ、なんだろう、なんか入ってた、はいはいはい、僕がああ、僕が投げる、食べよう、はい、投げるね、投げるね、僕がこの角の生えたやつに投げるってことね。いや、食べ始めた投げるほど思いきたそれが問題ね。さあ、これは何でしょうということでね、じゃあ3択でいきたいと思います。じゃあまずはね、1番、節分の豆まきをするくまも、はい、1番、豆まきをするくまモンさん、皆さん考えてみてくださいね。さあ、2番、鳩に餌をやりながら自分も食べるくまモン確かにそんな感じですよ。最終的に鳩の餌より自分が食べるみたいな、なるほどなるほど。3番、土俵入りするくまモン僕らだったら塩食べようと思ってるんですね巻くもんですね。はい、じゃあくまモン、もう一回動きしてみて。じゃあ、それを踏まえてちょっと1番から3番見てみましょうね。僕はここが長かったりね、あの角の生えた人ね、そして投げる、あ
あもう鹿投げばっかね。ちょっとわからなくなってきたかな。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと聞いてみましょう。まず1番、節分の豆まきをするとまもんだと思う人。ああもう手挙げる人おらんくなってしまったことです。はい。で2番、ハトに餌をやりながら自分も食べるくまもんだと思う人。そう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 。オッケー。3番、土俵入りするくまもんだと思う。いないですね。さあ、じゃあ1番が今人気ですね。1番、ハトに餌をやりながら、あ、違う、一緒に行こう。節分の豆まきだったね。間違えた、間違えた。すぐに間違えた、今、びっくりした。自分で読みながらちょっと間違えた。ごめんって、そこ答えに持ってこようとしてるわけ。最初はどうぞじゃない。はい、じゃあね、今のところ一番人気が、1番の節分人に豆まきをするクマモン、そして、2番人気がハトに餌をやりながら自分も食べるクマモン、3番が豆まきするクマモンですね。こちらは人気が全くありませんでした。さあ、ということでクマモン、答えは番号お願いします。こちら、何それ、え何とか分かんない。え2 11だね、1なんだね。あ、1だ。はい、わかりました。ということでね、答えは1番です。大きな拍手。さあ、ということでね、ハトに餌やってません、節分のハッスルクマモンが正解でございます。はい、こんな調子でやっていきましょう。さあ、じゃあ2番目のお題、じゃあ2月でいったから3月でいこうか。次3月、お題は3月でいきたいと思います。それではクマモン、お願いします。スタート地点ここなんで、はい、あ、上がりました。あー、お辞儀しましたね。はい、お辞儀をして、あー、なるほど。なんかこの辺でヒントきそうですよね。そんな季節ですよね、3月って。特にね、3月の大台になるとこの季節になってまいります。ほら、どこ行きましたか。ちょっと待って、クマモン、クマモンね、どさくさに紛れて帰ってかんで、ね、クイズのどさくさに紛れて帰っていかんで、ね、戻ってで、それが問題かな。はい、じゃあこれは何でしょうということでですね、じゃあオーケーオーケー。じゃあ3択でいきたいと思います。で、1番、花見をするクマモン。これは違うことだ。これは違うことだ気がする。でも皆さんも違うことだと思うんですが。2番、卒業式をするクマモン。って声が出たね。3番、フードコートであっという間に食べ終わり、食器を返して悲しく帰っていくクマモン。濃いね。ちょっとそれっぽいね。確かにちょっと早く食べ終わったら悲しくて帰っていくかもしれないね。じゃあちょっとここでもう一回ね、それを踏まえて見てみましょう。じゃあ若干の短縮バージョンでいこうかも。はい、お辞儀して、はい、こちらにもお辞儀してるね。はい、お辞儀します。ね、はい、返していきますね。はい、ストップ。会場までだったということで、じゃあちょっと1番から聞いてみましょう。じゃあまず1番、花見をするクマモンだと思う人。ゼロ。お、お姉ちゃん今手を振ってくれた。さあ、2番、卒業式をするクマモンだと思う人。おー、いいですね。手を挙げてない人もいるということは分かった。フードコートであっという間に食べ終わり、食器を返して悲しく帰っていくクマモンだと思う人。確かにね、こうするところで悲しそう。はい、
じゃあ、くまモン、答えをお願いします。はい、ということでね、今度は分かりやすかった2番でした。大きな拍手お願いします。あーラスト問題があるんで、ラスト問題かな。さあ、最後の問題。最後の問題はくまモン自身にね、やっていってもらいたいと思います。それじゃあ、お願いします。はいはいはい、手叩いて、手叩いて。あー、拍手拍手拍手して。おなんか刺したね。吹いてるのかな。切り分け始めた。切り分け始めたね。切り分けて今2個くらい取ったよね。はい、ということでね、じゃあそれが問題だね。 OK、 はい、それが問題ですね。じゃあ1番から順番に行きたいと思います。1番、誕生日を祝うくまモン。はい、そうですね。2番、映画を楽しむくまモン。何か楽しんでね、ちょっと頑張れってそうですよね。2番、食べ放題に来て喜ぶくまモン。3番だった。3番、食べ放題に来て喜ぶくまモン。ふいっ。あのね、クマもこれね、ちょっと問題がもう1、3、2って書いてあるんだもん。ね、いや、あんたが書いたんでしょ。そらほら、出す順番も大切でしょ。ね、メタ発言もあるね、ほら。はい、じゃあ行きますよ。ね、じゃあ1番誕生日が、2番映画を楽しむ、3番食べ放題に来て喜ぶ。これはもうちょっと簡単かな。最後簡単な問題いきましたね。じゃあ1番だと思う人、1番誕生日を祝うだと思う人。おお。じゃあ2番、映画を楽しむだと思う人。ちょっと不安になるし。3番、食べ放題に来て喜ぶくまモンだと思う人。おお、あげてくれ。ああ。おいじゃなかった。いやいや、答えはこれからですよ。まだわからん、まだわからん。3番人気が意外と来るかもしれないね。はい、それではくまモン、正解の方お願いします。正解。お、もう騙されないと。1だということで、正解は1番です。おめでとう。はい、ということでね、つなげていきたいんだね。はい、さあ、誕生日を祝うくまモンということでね、3月はくまモンの誕生日がありますね。ただくまモンの誕生祭がね、今年も中止になったということで、今回くまモンから皆さんにこちら、感謝のくま手箱、これをちょっとご紹介したいなと思います。はい、これちなみにもう見たよという人でございます。感謝のくま手箱見たよという人。おー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 、ちょうど3分の1ぐらいかな。3分の1ぐらいかな。うん、なんでもっと食べましょう。これから見ていってもらいましょうね。はい、ということでね、検索方法としてくまモン2021、もしくは感謝のくま手箱、それかこちらにある QR コード、後で読み込んでもらったらよかと思いますね。中身なんかと言いますと、結構ここに書いてあるほんとコンテンツがいろいろあるんですけれども、はい、じゃあこれ集まり、一緒にボタンでいいし。何この絵面。あからさまに気づいて下がらんです。仲良いコスモ。ね、ぜひ、じゃあ、次あなたが紹介しましょう。ね、ということでね、まあ、サプライズの大募集とかしておりました。そしてね、スクエアでオリジナルテレビのプレゼントですね。これもこのスタイルでいこう、今日は。そして、くまモンを探せ、かくれんぼ大作戦。そして、誕生会のオンラインライブ。で、今のところ見どころがですね、ここかな。あ、はい、今のところ見どころがですね、進むくまモンザムービーということで。よし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 、大丈夫大丈夫、今拾った紙を拾った。大丈夫です。よし、オッケー、大丈夫だ。そんなにいっぱい落ちてないからね。一個今落ちたの、見とったっけ。もう時間あと5分切れば。
巻いて巻いてじゃなくて。はい、ということでね、どっちへ進む熊本座の海、これね、もうと見てもらった方が早かなと思います。熊本のね、本当にザ・ムービーなんです。そしてその動画の行き先を決めるのは皆さんですね。皆さんに決めていただきます。選択肢が出るので、そちらを押してもらった方にストーリーが進んでいきます。これ何回でも見れるんでね、全部往復することも可能です。そして今こちら2話まで出ております。結構長かいい感じの作品になってますよ。皆さんよかったらね、後ほど検索かけてみてくださいということで、感謝の決まり箱よろしくお願いします。大変くまモン、時間がないわ。魔法が消えちゃう。魔法が消えちゃう。お腹すいたです。違う。ね、次のお仕事もあるけんね。はい、ということで、じゃあくまモン、ここからは最後、皆さんにダンスを披露していきましょう。ということで、今流れているこちら、カモンくまモン、こちらをやっていきたいと思います。カモンくまモン知ってるよーという人。あれ、さっきより減ってないですか？気のせいで。あれ、見たのか。ちなみに、後ろのお姉さんたちは？あ、知らない。今日知ってもらったらね、また次来たら手上がりますもんね。うん、ほらほら。時間ないけ、早せ。散々遊んどいてからね。ならもう早速、手拍子を皆さんにしていただきましょう。ここは手拍子でね。皆さんご参加お願いしたいと思います。じゃあ熊本、準備よろしいでしょうか？ OK！ さあ、それでは行きたいと思います。カモン熊本、ミュージックスタート。よっ熊本、お手を拝借しよう。
ということでね、今日楽しかったよという人ぜひまたね、このまま来て、このまま来ますので遊びに来てはいよということで、熊本サプライズ、熊本大隊長の熊本でした。ありがとうございます。あ、最後は一緒に我々して帰りましょう。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今ね、会館の方しばらくお待ちください。